よく寝たにゃ。これで少しは大きくなったかにゃ。どうもどうも、まだまだ成長期のニュース大好きマスクニャンです。今日は山椒魚がこの40年の間に大型化してるってニュースだにゃん。東京都立大の研究チームは、地球温暖化の影響で絶滅危惧種東京山椒魚がこの40年間で最大で2割ほど大型化し方を発表しました。研究チームによると、東京山椒魚が40年前に比べていずれも最大で体が2割大きくなり、産卵数が3割増加しました。温暖化により冬眠から目覚める時期が早まったことが要因とみられています。子供の頃は水中で過ごして、大人になると陸上で過ごす。人間が生物に与える影響っていうものを調べる上で、とてもこの適している生物だって。気候変動の影響を理解することで生物の保全計画に役立てたいとしています。なるほど。東京山椒魚は日本固有の両生類。名前の通り、東京のほか福島県と関東地方に生息している体長5センチから8センチほどの小型の山椒魚だにゃん。普段は森林に暮らしているんだけど、1月から4月頃の繁殖期にだけ小さな池や田んぼにやってきて、メスは水中に数十個の卵が詰まった卵嚢を産むんだにゃ。子供は水中で生活するんだけど、その後体の形が変わって陸に上がって生活するようになるんだにゃ。東京都立大学の研究チームは、都内の繁殖地にやってきた東京山椒魚の数や、メスが産んだ卵嚢の中の卵の数を、1976年から観測してきたんだって。このデータを細かく分析したら、40年間で卵の数が増加していることが分かったんだにゃ。さらに、調査範囲を拡大して、61地点から1904の東京山椒魚のデータを集めて、年代ごとに分けて比較したんだにゃん。その結果、体のサイズは最大で約2割、卵の数は最大で3割程度も増加していることが分かったんだって。この間、東京山椒魚の分布していた地域では、平均気温なども上昇していることなどから、地球温暖化が影響しているという結論になったんだにゃ。ちなみに、これまでの研究で、地球温暖化で東京山椒魚が冬眠から覚めて、繁殖活動を始める時期が1ヶ月ほど早くなったことが分かっていたんだって。今回、研究チームは、冬眠から覚めるのが早まったことで、成長に割ける期間が長くなって、体のサイズが大きくなったり、卵の数が増えたのではないかと考えているんだにゃ。ってことは、眠ってないで活動した方が大きくなれるってことかにゃ。僕も、東京山椒魚の、いろんなデータを参照してみよう。にゃんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。